皆さんこんにちは、荻上チキです。今日はメディアの報道の持つ影響力についてある観点から考えたいと思います。以前このチャンネルでは自殺報道のあり方についてお話をしました。自殺報道のあり方によっては人々の心をさらに傷つけ、人々を自殺に導いてしまうこともあるんだというようなお話をしました。その際にウェルテル効果というものについてお話をしたんですね。自殺報道などを見たことによって気持ちが引っ張られていて、そして自殺という手段があるというふうに学習してしまう。そうした人たちが自殺という行動に出てしまうというようなことが起こり得るわけです。これは実は実際にテレビや報道というものに触れた人に限りません。そのような自殺報道に様々に触れた人たちが他のところで例えば自殺の話をしたり、あるいは気持ちが引っ張られて鬱になったり、あるいは気持ちが引っ張られて不機嫌になったりしたことが誰かにさらに影響を与えるという、そうしたテレビを直接見ない人たちに対しても間接的な波及効果としてウェルテル効果というものは力を持つというような側面があるわけですね。こうしたそのウェルテル効果を発揮させないために、例えば WHO の自殺報道ガイドラインなどでは、具体的な意思を報道しないようにしましょう。あるいは具体的な自殺方法や自殺場所などを報道しないようにしましょう。あるいはその人が生前どれだけ素晴らしかった人なのかっていうようなことを強調するようなことをしないようにしましょう。これを例えばすると、要は自殺を選んだことによって世界に注目をされて、自らのある意味、逆転を獲得することができるんだ。この社会での尊敬を取り直すことができるんだというような誤ったメッセージを伝えてしまうことになる。そうすると、例えばハラスメントを受けていたり、いじめを受けていたりするものが、なるほど、自分が報道されれば、ある意味加害者に対して復讐できるじゃないかというような誤ったメッセージを伝えてしまうことにもなるわけですね。なので、このような報道のウェルテル効果に着目をして、様々な見直しをしましょうというようなことが言われるようになっています。さて、このウェルテル効果、もともとはゲーテの若きウェルテルの悩み、その本から取った、名前であるということが、以前の動画でもお伝えしました。では、ウェルテル効果、それは自殺を後押ししてしまうものだけれども、その逆の効果はないのか。それはあるんです。実はパパゲーの効果という、また別の概念というのも存在します。このパパゲーの効果についているパパゲーノというのは、モーツァルトのオペラ、魔笛の中に出てくるキャラクターなんですね。このストーリーというのは、大事な人を亡くして、自らの命を絶とうとする人が、それを思いとどまる、というようなシナリオが描かれているわけです。このように、自殺を考えるけれども、実際には思いとどまる、という人たちも、たくさんいるんですね。そして、メディアの報道のあり方によっては、このパパゲーの効果を増強することができる、増幅することができる、というふうにも言われているんです。例えば、自殺報道を行う場合に、相談先などを添付をしていく。あるいは自殺以外の手段が様々にあるんだということを伝えていく。そうしたようなことを発信することもとても重要になる。つまり、ウェルテル効果を抑制すると同時に、パパゲーの効果というものを増大させていくというようなことを意識することが必要なんです。で、この自殺報道なんですけれども、最近ゆっくりと変わってきているなというふうに感じるところはあります。ある新聞社がこの自殺報道について取り上げた場合に、具体的な相談先の電話番号というものを掲載したんですね。そのようなあり方を毎回行うことによって、いざという時には別の出口があるんだということを伝えていくということができたりします。ただこのような記事のあり方について、否定的、批判的なコメントというのもありました。というのは、本当に死にたい人はそんなところに電話をしないだろう。わざわざ相談をしないだろう。というようなものなんです。こうしたレスポンスというものは、わからなくはないけれども、でもそれは想像で物を言ってるな感がすごかったんですね。というのは、その、自殺をするような人たちはこういう行動をしないだろうということを述べるときの根拠がないわけです。で、実際、例えば、寄り添いホットラインであるとか、チャイルドラインであるとか、様々な電話番号などに関しては、もう毎日、もう何万件という電話がかかってきているわけですね。そうした電話をしている人たちは本当に死にたい人ではない、みたいな線引きをすることで、一体何が得られるのかというのがわかりません。本当に死にたいと思っている人でも、その本当に死にたいという感情をよくよく見てみると、死にたいぐらいの気持ちということになっているのであって、本当に死ぬということこそが楽しくて、喜ばしくて、一番やりたいことなんだという人はほとんどいないわけですね。で、そうしたごくごく一部の人には届かないかもしれないけれども、多くの自殺対策というのはそういったものではないんですよ。たくさんの起死燃料状態にある方というのは、要は死んでしまいたいぐらいの不安感や切迫感や焦りというものがある状態なんですね。それをキャンセルしたり、あるいは気を紛らわせたり、あるいはその人が抱えている社会問題を解決したりすれば、
死にたいという状況からは脱することができる。言うならば、本当に死にたい人という人はほとんどいなくて、実際には死にたいぐらいの気持ちになっている人たちが多数なのであれば、本当に死にたい人向けの政策をするのではなくて、死にたいぐらいの気持ちの人たちに届く政策というものをやっていくことが必要になってくる。そのうちの一つというのが、まあ、連絡先などを伝えて電話をしてみてもらったり、相談をしてもらうということになるわけですね。で、そうしたようなその手段というものを少しでも増やしていく。そのことによって自殺率というのは確かに下がります。そしてそうしたようなその連絡先というものを当事者が知るだけではなくて、周辺の相談に乗った人、その人を心配する人などが知っておくことによって、いざとなったら電話番号を進める。あるいはいざとなったら支援者が電話をしてどうすればいいですかということを相談する。そうしたようなことの積み重ねというのはとても重要になってくるんですね。まあ、時々、何にでも効くわけじゃないとか、特効薬ではないとか、これが全てではないというような仕方で、ある政策であるとか、試みに対して批判的な論調を述べる方もいたりします。それは気持ちはとてもよくわかるんですね。ただ、何か一つだけの政策で全てを改善しようというようなものというのは、まあ本来ありえないわけです。自殺対策というのも、いろいろなものの積み重ねが重要。メディアができることが一つでもあるのであれば、それを積み重ねていくということが重要になります。皆さんもぜひ、著名人の方々が自殺などを行った場合の報道について気をつけると同時に、その記事を拡散する際にも注意をしていただきたいと思います。タイムラインに誰々が自殺というような、そうした情報が踊るだけで非常にネガティブな気持ちになってしまう。そうした情報に当てられることで、不安感や抑うつ状態になってしまう方もたくさんいるわけですね。その拡散が一体何の役割を果たすのか。あなた自身もメディアです。そのようなメディアでできる役割を自分はどのように果たすことができるのか。そうした観点から、このパパゲーの効果ということに着目をするのもとてもいいことだと思います。小木栄一でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。